皆さんこんにちは、アメスマチャンネルのチロです。今日はですね、皆様から大変質問が多いですね、ビザのことに関してお話ししていきたいなと思います。もうね、みんなね、ビザ大好きすぎて、アメリカ人っていうか、アメリカに来た日本人の人結構何ビザで来てるんですかみたいな話ってすごい多くあると思うんですけど、僕の周りの中でね、よく聞く、ビザの名前と、あとはですね、そのビザに関する制限だったりとか、もしくはベネフィットみたいなところをざっくばらんにお話ししていければいいかなというふうに思います。でですね、まず最初にご紹介するビザが E2 ビザというビザになってます。で、この E2 ビザ、日本語で言うと投資家ビザというものなんですけれども、こちらはですね、私も実は E2 ビザ、投資家ビザというものを持っていて、アメリカで会社を設立してですね、その会社を経営する、経営陣とかに与えられる、マネージャー用のビザ、もしくは投資家ですね。投資家用のビザということでありまして、で、こちらはですね、有効期間5年ですね、基本。で、5年有効期間ある中で、更新がですね、何回でもできるということで、そのビジネスが続く限りは、更新が何回でもできるということで、非常にね、使い勝手がいいビザということで知られています。このビザ、ただ、少しいくつかハードルがありまして、まず一つは、年齢的なハードルというところで、大体20代後半ぐらいから早くても取れるのかなというふうに思います。厳密にね、何歳以上じゃないといけないっていうのはないんですけれども、ある程度マネジメントの経験が必要ということで、レジュメに書いてある情報を見てですね、その審査官が OK を出すというところもあって、若すぎるとね、なかなかこの年でマネジメントそんなできてないんじゃないかって思われる心配があるというところもあるので、早くて20代後半ぐらいから取れるようなビザになっているというところですね。あともう一つですね、この E2 ビザのデメリットとしてはですね、やっぱ会社設立して、お金をある程度必要というところがありますね。これもね、資本金とか使わなくちゃいけないお金っていうのは、特にその、制限っていうのはないんですけれども、だいたい20万ドルか30万ドルぐらいあったら安心ですよね、みたいな、そういうラインがあるんですね。ポンとこう簡単に個人が出せるような金額ではないので、その部分もね、一つハードルになっているのかなという印象ですね。ただね、E2 ビザ更新もできて、入る時なんかもね、結構やっぱりアメリカに雇用を生むというところもあって、最近審査官なんかもね、チェックすごい緩くてね、快適に過ごさせていただいてるんですけども、非常に便利なビザなんで、仕事関係で来るとしたら、この E2 ビザ取ってると安心かなというふうに思います。で、続いて紹介するのが、L ビザというビザですね。で、L ビザも基本的には、日本の企業からの派遣の、労働ビザということであるんですけれども、こちらはですね、期間がですね、3年、2年、5年に1回。ちょっとね、期間ちょっと忘れちゃったんですけど、制限があるんですよね。で、あとね、日本の企業で長いこと働いてなくちゃいけない。要は1年間はね、働いてなくちゃいけないという部分がありますので、ちょっとね、Eビザに比べると、使い勝手という意味で言うと良くないのかなという気がします。で、あとはですね、Lビザの場合ですね、現地の雇用を奪ってるんじゃないかっていう風に見られてる節もありまして、今ね、バイデン政権になりましたけど、前のね、トランプ政権の時なんかは、移民がですね、アメリカ人の雇用を奪ってるみたいな感じで、結構目の敵にされてですね、コロナの時とかね、2020年とか21年の時にね、ビザ発行できないみたいな、そういう時期がありました。ので、ちょっとステータスとしてはやっぱね、弱い部分があるので、Eビザ取れるんだったらEビザの方がおすすめ。ただ、Lビザもね、結構大企業から何人も送り込むって時には使われてるビザなんで、そんなに別に心配する必要もないんですが、そういう状態のLビザということで、あります。続いてね、紹介したいのが H1B ビザですね。H1 ビザに関して言うと、抽選というのがね、結構ネックになる部分がありまして、例えば特殊技能を持ったエンジニアだったりとか、他のスキルを持った方に、このビザが割り振られるわけなんですけれども、もう枠が決まってるんですよね。確実に誰しもが通れるっていうわけじゃないんですよね。なので、この H1B もですね、昔はね、結構簡単にそれで取れてたのが、最近は抽選で落ちちゃったみたいな話も聞きますので、少しね、取るのが運任せというほどではないんですけど、リスクあるっていう部分で、難しくなってきてるビザの一つかなというふうに思いますね。でね、他のビザで言うとですね、あとはね、J1 ビザっていうのがありますね。J1 ビザっていうのはトレーニーのビザになりまして、期間がね、1年半が最長だったかな。であります。でね、これね、もう知ってる人は知ってると思うんですけど、アメリカではですね、奴隷ビザみたいな感じで言われてる部分もありまして、で、なんで奴隷ビザかっていうと、トレーニーの1年半っていう期間で、来ようと思えばですね、どんな条件の人でも来れるわけですね。で、結構 E ビザとか L ビザって、例えば学歴が必要、マネジメント経験必要だったりとか、H1 ビザで言うと、特殊技能必要って感じなんですけど、J はね、トレーニーのビザなんで、別にそういう細かいスキルとか、マネジメント経験っていうのは必要ないんですよね。ただ、
その分、まあ誰でも来れるっていうことなんで、日系企業とかで、まあ現地のね、結構悪徳な仕事をしてるところとかがあったりすると、まあそこがですね、まあ J1 ビザで1年半だけまあその日本人に来てもらって、もうめちゃめちゃ安い給料と、あとはまあ悪い労働環境でそこで働かせるみたいなのが、まあ今もあんのかわかんないけど、ちょっと前ね、結構大都市のカリフォルニアとか、あとハワイとか、まあみんな行きたいようなところでね、横行してたというのがあって、まあそれをこう、皮肉で奴隷ビザみたいなことを言われる機会あったんですけど、まあそういう感じでね、結構国旗使われて、すごい大変なあの状況で働かされるっていうこともあるので、アメリカでどういう生活ができるのかみたいなのも確認しながら、まあビザは何なのかというのも見た上で、アメリカ行きっていうのを決めていただけるといいのかなというふうに思います。最後に紹介、2つあるんですけど、1つがですね、まあ O ビザですね。O ビザはですね、アーティストビザと呼ばれているもので、まあいわゆるその、H1B にも近いんですけど、よりその特殊技能、まあアートとか芸能とか、まあそういう世界で活躍した人、もしくはまあこれからやっていく人に対して出されるビザですね。で、これはですね、トラディショナルな世界で言うと、まあ映画俳優とか、まあテレビでいろんな主演してる人とか、あとまあ歌手とかですよね。そういう人たちがアメリカでチャレンジするためのまあビザになっていて、結構日本の中でも有名なテレビだったりとか、有名な音楽とか、レコード大賞になったとか、そういう結構箔があるステータスじゃないとなかなか取るのがまあ難しいというふうに言われています。で、最近だとですね、結構クリエイターの人、それこそ YouTuber とか、まあ TikToker とか、新しいこう時代を築いてる人たちですね。で、こういう人たちもまあ大ビザで来てる人っていうのがまあちょっとずつ増えてる。ということで、どういうところを基準に、まあ、面接官が見ていくかっていうのは、まだまだね、わからない部分は多いんですけれども、まあ、そういう人たちがね、今後ね、チャレンジできる環境っていうのも、まあ、この O ビザで整っていく可能性はあるんで、クリエイターの人とか、まあ、そういうエンタメの世界で、アメリカでチャレンジしたい人っていうのは、この O ビザっていうのも一つ視野に入れていいんじゃないかな、というふうに思いました。で、あと二つと言って、実は一個目紹介したんですけど、あともう二つあります。すいません。もう一つがですね、I ビザですね。I ビザっていうのは、インタビュアー、まあ、いわゆるそのジャーナリストのビザと呼ばれてるやつですね。まあ、戦場カメラマンみたいな人とかね、いましたけど、まあ、ああいう人たちに出される元々はビザなんですけど、結構そのウェブメディアの実績があって、I ビザを取るっていう人もね、ちらほらとまあ聞いてきて、僕の周りでもね、何人かいるようなビザになってるんで、まあ、やり方次第によっては、この I ビザっていうのをまあ、取ることができるんじゃないかな、というふうに思いますね。最後にね、これね、ちょっとね、おまけ的な感じで、ご紹介するのが、EB5 と呼ばれてるビザですね。で、これはもうね、ザ・金持ちビザって感じですね。まあ、なんてかっていうと、EB5 というビザはね、投資家ビザの投資が大きいバージョンみたいなイメージですね。どれぐらい必要かっていうとね、まあ、1億以上はね、投資必要っていう感じなんですけど、まあ、ただその1億お金があれば、まあ、EB5 っていうビザがあって、で、これどういうものかっていうと、まあ、1億投資して、そこで、まあ、疑似的に雇用を生むと。まあ、とにかくたくさんその雇用を生むようなプロジェクトを、まあ、自分がマネージしてるっていうのを、まあ、疑似的にそういう、まあ、投資を入れるっていうような形にして、雇用は発生してお金も入ってるので、まあ、投資家ビザと同じような形で、アメリカが、ビザを発行してくれると。で、E2 ビザとの違いはですね、もう別に現地で働く必要ないですね。もう1億だったら1億ボーンって入れて、まあ、そこであとは働いてもらえれば OK みたいな感じなので、実際に自分が働く必要はないので、まあ、ある意味もう手離れが一番いいビザと呼べるかもしれませんね。ただその分ね、やっぱりこの金額のハードル、1億って結構ね、金額がでかいので、なかなかこれをポンと出せる人はいないかもしれないんですけれども、まあ、富裕層の人とかでね、日本でなんか税金多く納めてんだったら、まあ、EB5 取って、こっちでちょっと活動しようかなって思ってる人なんかは非常に使えるビザかもしれません。ということでね、かなり駆け足だったんですけれども、このアメリカのビザご紹介させていただきました。でね、まあ私今自分で会社やってて、もう5、6人ぐらいかな、自分のところでもビザ出してますし、あとまあ友達とか知り合いがこういう状況なんだけど、どういう風にしたらいいだろうっていう結構相談も受けてますので、ぜひね、なんかビザに関して質問があるという方はコメント欄までお気軽にご質問、コメントいただければと思います。で、あとはね、こういう状況どうなんですかみたいなもう質問とか、あとはもう最近は、こうなってるらしいですよみたいな、まあビザ関連、大使館関連の情報なんかもあればね、ぜひコメント欄にコメントお願いできればと思います。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。